before the sun appears, before the world has even stirred. Let's get out of here. さあ、今日は春スキーだな。そうだ、完全な春だね。もう暖かいもんね。もうここまで暖かくなっちゃうとさ、普通の標高の低いスキー場は結構大変だよね。うん、雪がないもんな。ね、全然ないね。なんか来週からまた寒くなるらしいけどね。あ、そうなの？降るってこと？いや、降るかはわかんない。寒くなるだけ。うん、寒くなるだけ。だから降雪機は使えるんじゃない？そうかもね。降らすかわかんないけど。あ、ここが何？黄色になるの？じゃなんかこっちに来なくなるんだろう。あ、こっち行った方が近いの？いや、わかんないけど、あ、でもあれか、まっすぐ来たら中取らないで行けるんじゃないの？まっすぐ諏訪の方に行けるんじゃない？高速に近くなるのかな？そうそうそう。より来年のスキーにはだいぶ楽ちんになるんじゃない？そうだね。ドライ。ドライ。エンカルがなんか踏まれた感じのさ、うん、黒くなってるのしかない。雪はちょっとあるけどね、横には。なんかまだ凍ってるじゃん。本当だ、すごい凍ってるんだ。すらだね。でも結構あったかいのに、うん、すごいな。一回凍るとなかなか溶けないのか。あ、すごいね。一応全面じゃん。溶けてはきてるけど、ほぼ全面。あ、ここら辺溶けてるな。鳥居のところは溶けてる。日当たりがいい。そういうことかな。あ、湧き水があるんじゃないのこれ多分。そうなんだ。違うかな。なんでここだけ溶けてるの？あ、こっちはだいぶ溶けてるね。本当だ。ああ、すごい。鳥がいっぱいだ。ね。この溶けてるところと溶けてないところの境界線にいっぱいいるよ。これができるって出てたね。うん、4月って言ってたけど。え、すごいね。4月にできんのかな、これ。こんなまだ作ってて、あと1ヶ月だぞ。ねえ。すごくない？大きいね。ここだ。はい、到着です。上行くね。うん。第一に行こうかな、せっかくだから。あ、でも雪まかないと。もう出てきてるね。滑りやすそうじゃん。決まってて。春だけどね。うん、よし。じゃあちょっとスケーティング下まで行こう。いいじゃん、このバーン。すごい気持ちよくない、ね、これどんな感じなんだろう。でもさ、ちょっと雪が少ないから下が波立ってるのが出てきてるよね。
なんだろう。結構深くないでも。鹿かな。でも一歩がすごい大きい。細長いね。引きずってるみたいな。尻尾を引きずってんのか。尻尾？狐かな。尻尾があんなにえぐれない。そうだよな。やばいぞ、気をつけて。おほほ。すごいとこ行くじゃん。マジこれ。疲れたね。結構滑ったな。うん、意外と。ね。あと何回来れるかな。どうだろう。あと 1,2 回。来れるかな。雪次第だよね。そうだね。うん、大丈夫か。どう？嬉しいな。あ、すげえぬかるみだ。滑ってる。本当だ。暑いね、ちょっと。あ、暑くはないけど、ポカポカだね。うん、ソフトクリーム食べに行こうよ。あ、行く？ここまで来たから。あ、そうしようか。どこ行こう？あのさ、長門か上の方のモーモー牧場だっけ。モーモーでも やってるかな、ね、モーモーか長門牧場、まあ、どっちも美味しいからさ。そうだね。どっちか行ってみよう。あ、だったらモーモーは最近行ってるから長門行ってみる、うん、最近って言ってももう 4,5 ヶ月前だけど。そうしようか。長門牧場にまず行ってみる。じゃ そうしようか、うん、まあ、両方食べてもいいしな。両方はいいかな。1個ずつさ、なんか110年ぶりとかだね、この暖かさが。暖かさがだからもうほぼ観測史上初なんじゃない。うん、なんかこの時期で何日か連続で20度とか、まあ、山梨かなんかだったけど出てるの。でもおかしいもんな、ここ1週間ぐらい。そうだね。なあ、おお、ゴンドラ動いてるね。あ、これもここ曲がろう。女神湖見てこうよ。うん、ここら辺は食べ物あんの？食べ物屋さんかな？閉まってんのか？ここ開いてんのか？エビラーメンだって。いいじゃん。ラーメン？どう？エビラーメン。気持ちいいな、ここら辺は。いいね。あ、いいよね。うん。そろそろかな。そろそろじゃない。だよね、うん、あ、頂上天境、どこだ、どこだっけ。ソフトクリームは。あ、あれじゃない、やってるかな。車いる。風味をついてそうだけど車いるからな。これがモーモー。モーモー。蓼科第二牧場。モーモーだったっけ。モーモー。ほんと？あ、モーモーだ。11度だって。高いな。あれ？行かないの？ん？え、先長門行こうって言ってなかった？そうか。うん。長門で食べて、モーモーで食べてもいいな。そうね。うん。味比べ。うん。あれか？営業中。あれってさ、丸いのは牧草なの？そうでしょ。餌ってこと？
あれで発酵させてんのかな、何なんだろうね、あれ。あれをそのままさ、うん、こうボンって置いたらさ、おじさんが食べに来るの？多分、多分、いや、わかんない。買ったことないしな。到着。おう、行ってみよう。結構寒いな。おう。風が出てきたんだな。モグラ？モグラっぽいねこれ。だよね。え、違うかな。違うかな。でもそうじゃない。多分そうだよこれ。穴開いてるもん。牧草地自由にお歩きくださいって。やばい、踏んだらけ。踏んだらけ、踏んだらけ。いや。あ、絶対踏んでるじゃん。おお。牛乳らしいよ。変わった作り方してるんで。あ、こっちはピュアだって。ピュアヨーグルト。チーズもいっぱい。バターあんだ。ゴーダチーズのスティック。長友のパン工房があるんだって。パンあるんだって。3月まで休みだけど。へえ。あ、こんなんあんだ。うわ、美味しそうだな。絶景。あら、寒いな、ここ。風がね。うん。日向で食べよっか。うん。あ、いいね。あ、気持ちいいな。うんこ爆弾に合うけどな。ね。違うとこになってる。わあ。うまい。俺にもちょうだい。うまいな。うん。うん、うん、なんかとうまいな。ここはさ、いつ来ても気持ちいいね。すごい。多分値上がりしたと思う。400円だったね。ああ、300いくらだったと思うんだよな。まあしょうがないか。うん、次はモーモーも行ってみようよ。行ってみよう。味比べ。近くだから。よし。トイレはないんだって。あれ、駐車場。ここでいいのかな。でね。はい。到着。本日2つ目食べていい？味違う。味が全然違う。うん、味違うね。全然違うなあ。では行きますよ。はい。しかし味が全然違うね。うん、こっちのさ、モーモーはちょっとさ、甘さ控えめの爽やか系、さっぱり 系だな。向こうの長門牧場は、うん、甘めのミルク味、ミルク系って感じ、うん、好みだね、うん、どっちがいい？私モーモーの方が好き。あ、そう、うん、俺はね、
今日は長門牧場の方が好きかな。おお、何今日はって、その日の気分でってこと。いや、今日は涼しいからさ、寒いからさ、まだ冬はこう甘くてもなんか大丈夫。あ、まあ確かに夏は喉乾いちゃったりするかもしれないけど、うん、けどこんなに味が違うんだな。ねえ、びっくりした。モーモーの方がなんか硬いし。ああ、そうだね、硬めの、うん、あれだよね、2人とか4人でさ、うん、2個とか頼むんだったら、うん、どうせなら別々の店でね。そうだね、食べ比べしたら面白いよね。そう、食べ比べしたら面白いよね。近所だしさ。そうそう、近所だし、ね、同じの2個買うより値段も一緒だし。そう、400円だ400円だよね戻ってきたね。ちょっと天気いいから霧ヶ峰に走ろうかな。霧の峰かすってるかな。あ、ちょっとね、ちょっとガスっちゃってるかも、うん、まあいいよね、ちょっと行ってみようよ、うん、行ってみようか。山も見えてるけど、かすってるね。かすってるね、今日は。なんかあれなのかな、花粉が飛んでんのかな。どこ？春のなんか黄砂みたいな。車山はまだある、雪。あー、ない。え？もう終わった？まだあるでしょ、そりゃスキー場は。スキー場、あ、あるね。うん。あれ、やってる？誰もいないじゃん。ゆるゆる滑ってるよ。ほんと？でも空いてるね。なあ。富士山は見えない。見えない見えないな。富士山どころかちょっと先も見えないか。そうだね。あー、残念だな。北アルプスとかも見えないんだな今日は。うん、あー、見えないね。ダメっぽいね。あー、富士見台はどう。あれ、全然だね、全然見えないね。あれ、真っ白だね、今日は。残念。南アルプスも空眼ではなんとか見えるぐらいだね。うん、残念です。あ、鹿がいた。そうそう、いた。いいね、ここ週末だけちょっとポカポカだからちょっと休憩しよう、うん、眠くなっちゃった。前あれだね、下諏訪温泉は行ったからさ、うん、次上諏訪の温泉行ってみようかな。おー、上諏訪にも温泉があるんだ。なんかあるっぽくて、あ、なんかね、いっぱいあるんだけど、うん、上諏訪は地元の人しか入れないところが結構あって、おー、それ以外でなんか300円ちょっとで入れるところがあったから、うん、そこ行ってみて、入れるかわかんないけど行ってみるね。行ってみよう、うん、降りてきたね。降りたとこに真澄だな。あ、もうすぐだって。あ、そう？もうここ曲がってすぐだって。どこ曲がる？曲がる、ここら辺なんだけどな。この辺だね。ああ、わかったわかった。ここで駐車場、ここ、ここ、なんか福祉センターらしいんだよね。でも温泉があるんだ。さあさあ行ってみましょうか、うん、お、なんだあれ、焼き鳥屋さんがあるじゃん、美味しそうな。これは平温泉、平温泉
でも入れないんだって。入れたら最高だけどな。すごいね。へえ。これも温泉かな。これは違うか。いやそうかも、こんな錆びてんだもん。ちょっと待ってみよう、うん、熱い。あ、やっぱりすごい熱い。そうだよね、だってこんだけ錆びてるんだもん。あ、温泉だ、温泉。あ、すごい硫黄だ、うん、すごいね。すごいね。ここも温泉。あ、こっちも。うん、すごい。すごい。2頭並んでるんだ。そうそう。すごいじゃん、あれ。湯畑みたいになってる。温泉成分、そうそうそう。溜まったやつ。あ、そう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 。すごいね。これも。すごい色の匂いする。ねえ。あ、すごい出てる。うわ、すごいね。生き生き元気感。うん。気持ちよかったね。気持ちよかったね。結構異様だった。うん、ね、びっくりしたね。これで露天があればなおよしなんだけど、なおよしだな。まあ、安いからね、何せ310円だもんな。すごいよ。で、今からはね、お肉屋さんに行くの。スワインターのところの。そうそうそう、牛肉屋さん。なんかね、安いの。前ちょっと寄ったらすごかったよね、うん、何っていう感じの。全部宮崎牛なのにさ。そうそうそう、めちゃくちゃ安かったよね。うん、A5 等級の宮崎牛のバラとかが400円とかだったと思う。うん、一番高いのでも700円とか800円、サーロインとかでも、うん、確か、うんうん、安いよね。今日はお肉をそこで買って、うん、ローストビーフをさ作ってもらおうかと思って、うん、任せて。準備はしてきたなんかいっぱい乗ってたもんスキーの動画の中に。なんだと思ってだからお肉を今から買いに行って、今日の夜は作ってもらおうかなと思って。ローストビーフを。それを好きでしょ、ローストビーフ作るの、うん、大丈夫、うん、一回だけ失敗したけどな。そう昔。うん、この辺かな。どれだ。ここだ。どっちだ。ここ、ここ。違う違う、違うか。ここだ。このバスと一緒だった。ここです。はい、お肉の工場直売所、はい、アンズっていうところだ。肉のアンズ。あるじゃん、ローストビーフ用。700円ぐらい、770円。いいね、うん、すごいな、これ。下味はつけたからね、いいでしょ。なんか落ちてきたよ、今。え、そう。下味は塩コショウとニンニク、いいでしょ、うん、これでいいのかな。 OK、 今日は電子調理器でな。で、ゴー。あ、待った。先にお湯を沸かしてやっとかないとダメらしい。で、なんか炊飯器に入れて70度ぐらいにしとくらしいよ。うん、こんなもんなよくわかんない。まあ、パンプライトこうか、うん、なんか炊飯器を保温にしといたら70度ぐらいなんの。そうなの。知ってる。いや、らしいんだけどね。早いね、沸くのね。え、もう沸いてきたね。でも3パー4パー使ったの。結構食うらしい。お、沸いた、いいね、うん、で、これをここに入れとくらしいな、とりあえずね。いいかい、うん、で、空気の通り道作るんでね、うん、確か。そう、おー、すげー。
あ、やべえ、汁が出てるかも。できたんじゃない？どう？いいんじゃない？いいね、うん、オッケー。で、炊飯器に入れてしばし待つと。これでいいんだって。じゃあしばしこれで待つと、うん、できるまで。おー、いいね、あったかい。うわ、なんかすごいいい感じじゃない？おー、肉汁も全然出てないじゃん。本当だ ね、うまくいったかも。肉汁が出ちゃうとダメなんでしょ？そうなんだ、うん、うん、すごい、すごくない？すごいね、うまくいってんじゃない？うまくいったね、霜降りなあ、いい感じ。味付けも最高だったよなあ。ちょっと食べてみようかな、うん、マスタードと合うんじゃない、これ。どう？どう？美味しそう。いただきます。どう？うん、合うよ。おいしい、マスタードと。うん、あ、うまっ。うん、うまい。うん、おいしいよね、うん、マスタードとこんな合うんだね。うん、なんかさ、いろんなサイト見てたらやっぱタレもちゃんとみんな作るのね、うんうん、バルサミコ酢とかで、うんうん、ちょっと大変じゃんそこまでは、うん、ね、うん、大活躍です。大活躍だね、本当に。夕飯ローストビーフとかも全部電気で作って、うん、でさらにヒーターをね、うん、400ワットでずっと使ってんだけど、うん、40% ぐらい減った。でもまだ 40% しか減ってない。あと 60% も残ってる。すごいね、すごい、うん、部屋もあったかいしね。あったかいね、うん、これぐらいの番だったら、400ワットのヒーターあったら、うん、まあまあ温まるね。そうだね、うん。